皆さんこんにちは。大阪15区衆議院議員の浦野康です。今日は私の選挙区の一つであります千早赤坂村からこの動画をお届けしております。大阪にも村があります。唯一の村です。そして私の選挙区、日本国内の行政の形、市、町、村、そして政令市の区というふうにですね、すべての行政の形がある選挙区、非常に全国でも珍しい選挙区になります。この後ろにあります棚田はですね、日本棚田百選というふうにですね、風光明媚な景色だということで選ばれて、もちろんお米も美味しいんですけども、そういう由緒ある場所であります。そしてここはもともと地元の偉人であります楠木正成公が戦でこもった千早城もある、すぐそこに城址があるという場所でもあります。私がですね、政治を目指したのはやはり次の世代にどういった形でこの国を渡していけるのかというのが非常に心配だった。その次の形を作るために大阪維新の会はじめ日本維新の会、行政の形、統治機構の改革をまずしていく、この大阪では今すでに変わりつつありますけれども、その大阪で培ったさまざまなノウハウをまた国政に当てはめてさまざまな改革を進めていく、これが私たちの今の政治の目標です。もちろんこの大阪地元と国会における政治の課題は違います。国会の政治の課題はやはり憲法改正です。憲法改正、我々日本国民はまだ一度も直接自分たちの国の憲法を選んだことがありません。そういったところからしっかりと日本国民のためにやっていく、そして何より子どもたちのための政策をこれからまだまだしっかりとやっていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。